瀬戸さんの反省というのは何かに引っかかると思いますね、うん、一色狙いですかね。大地アレンマ金子さんもダブナントいつか、ちょっとこれ重たいですね。統一系でいくかっていうところですか。徳間だからちょっと手堅くっていうか、かなりそうですね、なりそうですよね。この時トーナメント戦としてまあよくあるのがこの瀬戸駒さんと前原さんの並びで、うん、まあ、前原さんに多少こう2人で曲を進めましょうよっていうような会話はあるかもしれないですね、うんうん、お、初か。お、これはもちろん狙ってますよね。もちろんあれを、ただ小島さんの手配がやっぱり一色手狙いというか変則手は見えてますからね。そうですね、もろ、うん、ただ手格好は思ったよりはいいといいですよね、うん、多分周りが思ってるより想像以上ですよね。おそらく先生点数がないから攻めに行ったんじゃないかなぐらいに考えてもらえれば、うん、押し寄せるでもこれ国士かと思って逆にチュンとかさばいてくれるんじゃないですか。レアンピン大きいですね、このレアンピン、うん、確かに。ああ確かにこのレアンピンがなければ全然上がりづらいやつが上がれてしまうかも、うん、まだ誰も持ってないし、まあ金子さんが中持ってるだけか。白重ねてでもどうすんだろう。チーピンバーピンかな。サブローピングラメになんないから、うん、ああチュンだ。これどうすんだろう。チュンはどうしますかね。これ1枚目もし出たらでもあんまり抱えると大変ですからね。お、大マンひとまずですね。あ、これでイーシャンテンだ。メンホンイーシャンテン、いやここまで来るともう本店すら取りたくない感じですね。一応国士だったら今のリャンピンドブピング逆かなっていうのは細かく考えるとそうな感じにはなるんですけ ど、まあ、ただそれも演出かもしれないという。裏のブロック確かにね、そうですよね。支配がいつ出るかですけど、前田さんはローマ打ったってことは結構抑え込んじゃうんじゃないかなっていうイメージがあるんですけどね。そうですね、そこでローマンっていうのがかなり守りを意識した打牌じゃないかなと。逆に金子さんとか中の間に合ドンピシャで間に合う可能性があるんじゃないですかね。難しいですね、金子さんのチューンは。先生の手配から判別しづらいだけに。そうですね、国士って種切れしてます。シャワーは3枚ですよね。他は出てないか。9万もまだですね。なんだ、うわー、うわーどうします。で、これはリーチだ。チューンはもう2枚持たれてる。あと6ピンですね。6ピンチューンのリーチを入れたのは小島。いやもう逆に足止めてゆっくり積もろってことですよね。これはどう見えるかな。どう見えますかね、他が。あでも国士リーチだったらさすがに読まないでしょ。あ、何、ローピン2枚や9ピン1枚生きてますよ、これ。これは来ましたね。変則手はね、もう明らかですからね。さあどうだ。でも現物以外打てないですよ。積もるかどうか。あ、そうだ、あ来た、すごい、これは来た。一発倍利息相撲面本発。あ、1個乗ればか。1個乗れば乗るか。乗らず。あ、すごい手が。